東方シネマズシャンテは東京都千代田区有楽町のシャンテビル内にある映画館。経営、運営は東方シネマズ株式会社。日比谷映画劇場、有楽座跡地にシャンテシネとしてにスクリーンで1987年10月に開業。隣接する東方日比谷ビルと同時期に建築、計画された。同ビルとは地下界で連絡しており、名称から ヒビアシャンテの付属施設とみなされる場合もあるが、東方シネマズへ移管されてからは、映画館の運営は独立している。また、その東方ヒビアビルとの連絡通路があるシャンテビル地下街には、ヒビアシャンテのテナント区画として使われている。2009年2月3日より、東方シネマズシャンテに館名変更され、全国の東方シネマズ名のシネコン同様にインターネット販売。 ビット、ポイントカード、シネマイレージカードが導入された。単館上映と呼ばれていた映画館をミニシアターとして一般的に認知されるきっかけとなった映画館とされ、インディペンデント系の外国作品のうちアート的なもの、女性向きのものとミニシアター系配給会社による邦画作品を中心に上映している。また、年に数回ほど、 全国公開の東方洋画系作品のチェーンマスターになることもある。オープン当初は TBS のサテライトスタジオも設けられており、慎吾のお待ちどうさ様、ま、平成名物 TV などの生番組を主に放送していた。サテライト TBS 本局間の映像伝送には TBS と東京通信ネットワークが共同開発した当時としては画期的なデジタル映像伝送システムが使われていた。 これは1994年頃に閉鎖され、1995年にスクリーン3へ改装されている。2000年頃に日時指定権制度を導入。2002年頃に1と2の屋形を入れ替え、2005年6月4日から休館して改装工事を行い、同年7月9日にリニューアルオープンした。リニューアルオープン時に全席指定席が導入された。 入り口近くの日比谷シャンテ敷地内にある、ネ部の広場には、森重久屋、山台鈴、池部亮、高峰美恵子、三船敏郎、森光子、丹波哲郎、小林慶樹、淡島千景、高峰秀子、植木、東、若山富三郎、高倉健、勝慎太郎、中台達也、菅原文太、平見木次郎、夏木洋介、小形健、八草香織、山本富士子、 池内純子、有馬稲子、佐久間良子、倍賞千恵子、吉永さゆりら映画俳優の手形やゴジラのミニチュア像が置かれている。2015年3月23日に東方シネマズ日比谷が隣接する東京ミッドタウン日比谷に2018年をオープンすることが発表されたと同時に東方シネマズシャンテは東方シネマズ日劇と共に入れ替わる形で閉館するとされた。 しかし2017年8月31日、日劇の閉館が2018年2月上旬と発表されたと同時に、シャンテは閉館を撤回されている。これにより、2018年3月29日より、シャンテもすでに一体運営が発表されていた、東方シネマズスカラ座、三ゆ座とともに、16スクリーン、3448席の 日本最大級の映画施設群として運営されることとなる。ミニシアターの元祖の存続には喜びの声が上がる一方で、施設の老朽化、旧時代化から新館へのラインナップ移行を望んでいた、そうもおり、この決定は賛否を呼んでいる。ありがとうございます。